どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、今後海外旅行でね利用したいおすすめのプレペイドカード、レボリュートカードですね、解説ねやっていきたいというふうに思います。皆さんね、このカード知ってますかね。こちらレボリュートというカードで、こちらねこういう感じでね届くわけなんですけども、ここ開くとねこんな感じで、ちょっとね個人情報で書きさせていただいてますけども、こんな感じでね届くプリペイドカードというふうになっておりまして、これかなりねおしゃれな作りですよね。まあ、本日はねこちらのプリペイドカード解説ねやっていきたいというふうに思います。このレボリュートっていうカードはですね、このキャッシュってありますよね。まあ、こちらもねプリペイドカードで、クレジットカードでねこちらにチャージして、まあ、利用するとクレジットカードのね還元が受けれて、またねこのキャッシュを使うことによってポイント20ドリねできるっていった感じのこのキャッシュがあるわけなんですけども、まあ、これとね、まあ、似てる感じなんですけども、こちらですね日本通貨しかね、まあ、利用できないっていった感じになるんですけども、こちらのレボリュートはですね日本円のみではなくてですね、米ドル、ポンド、オーストラリアドル、カナダドル、スイスフランといった感じで、世界ね130カ国の通貨がですね利用できるっていった感じになるんですよね。またねレボリュートカードはただのプリペイドカードっていう風にね見えるわけなんですけども、普通のね銀行口座と同じサービスが使える決済口座をね割り当てられるということで、レボリュートカードですね保有すればですね海外送金がですね手数料無料でね利用できるっていった感じになるんですよね。まずですねこちらのレボリュートカードの基本スペックなんですけども、年会費入会金はですね無料っていう風になっておりまして、こちらプリペイドカードっていうねお話をさせていただいたと思うんですけども、こちらチャージ方法ですね、クレジットカードとかですねプリペイドカードでチャージすることができます。また国際ブランドはねビザっていった感じになっておりまして、還元率に関してはですねこちらのレボリュートカード自体は還元率がないっていった形になるんですよね。このレボリュートカードはですね以前ね有料だったみたいなんですけども、私がですね実際に発行した感じからすると手数料ねかからず発行することができましたということですね。今現在ですね無料で発行することができるっていった感じになっております。またですね先ほども言いました通り、このレボリュートカードに関しては、まあ、還元率がねないっていった形になるわけなんですけども、こちらね有料プランのメタル会員っていうのがあるんですけども、こちらに関してはですねちょっと日本ではねサービスされてないんですけども、還元率ね 1% で海外では還元ね受けることができる予定っていう風になっておりまして、またサービス自体はですね開始されていないんですけども、海外ではですね 1% が受けられる予定っていった感じに、ね、なっているっていう感じなんですよね。ではこのレボリュートカードのですねメリットは何なのかっていう話なんですけども、まずですね一つ目はですね海外送金が無料っていう点なんですよね。こちら無料会員の場合は毎月ね1回までなんですけども、無料でね利用することができまして、利用金額に関してはね一月75万円までっていう風になっておりまして、年間でね900万円までね無料で送金することができるっていった感じになってるんですよね。これはね本当にねすごい特典だなという風に個人的には思います。おそらくですけども無料でね海外送金が利用できるっていうのは他にあるんですかね。私が聞いている限りだとないんではないのかなというふうに思うわけなんですよね。海外送金っていうとかなりね手数料が高くて、もしね無料でね利用できるとしてもですねハードルがかなりね高いっていったイメージなんですよね。で次にですねチャージした日本円はですね現地のATM でね引き出しが可能という点なんですよね。特にね海外旅行で好きな方はこちらがね私個人的にはかなりおすすめだなというふうに思っておりまして、基本ね海外に行く際は日本円をね外貨にね交換してね現地に行かれるというふうに思うわけなんですけども、このレボリュートカードをね持っていればですねクレジットカードでこちらのレボリュートカードに入金しておいてですね
でそちらをアプリ内で両替ねすることができるっていう風になっておりますんで、仮にですねこちらを米ドルとかにね両替しておいてアメリカに行った際にですね ATM ですね手数料無料でね1月2万5000円までね引き出すことができるっていった感じになるわけなんですよね。まあ2万5000円までということでちょっとね少ないかなっていう風にね思う方もいらっしゃると思うんですけども、もちろんね現金が必要な場合はですね、まあもちろん2万5000円までしか引き出すことはできないんですけども、このレボリュートカード自体にですねある程度お金を入れといて、まあそこでねレボリュートカードを使って決済してって、本当にね現金が必要なところだけね ATM でね引き出して利用するっていった形でね利用できるわけなんですよね。まあ私よくねニューヨークにね行かせていただいてるんですけども、ニューヨーク自体はですね本当にお水1本買うのであっても皆さんねカードを使うぐらいですねキャッシュレス決済がね進んでるっていった形になりますんで、私自身もですねほとんど現金って持っていかないんですよね。だいたいですね1週間滞在したとしてもですね、まあ200ドルから300ドル持っていくかどうかぐらいっていった感じになりますんで、個人的にはですねこのレボリュートカードに入金できるねこのお金で十分ねやっていけるんじゃないかっていうふうにね思ってるわけなんですよね。またですねレボリュートカードはですね為替の手数料がね本当にお得なんですよね。お得っていうとですねちょっと語弊があるかもしれないんですけども、いわゆるですねインターバンクレートっていうことでほとんどね手数料かかんないんですよね。ですのでこの点がですねレボリュートカードのおすすめポイントっていうふうに思ってるわけなんですよね。まあそれ以外にもですねレボリュートカードをですね持ってる方ね、まあそこまでね私の周りは多分ゼロだと思うんですけども、まあ、持っている人同士でですねお金を送り合ったりとかですねそういう機能もねもちろんついているわけなんですけども、やはりね持っている同士じゃないとこちらに関しては利用することができませんので、一応ね機能としてはあるわけなんですけども、現地でねATM でお金が引き出せるっていう点とですね海外送金がね無料でできる点っていうのはかなりねおすすめポイントだなっていうふうに思っております。それでは次にですねこちらのレボリュートカードにはですね3つのねプランが用意されているっていった形になってまして、スタンダード会員とプレミアム会員とメタル会員っていうねこの3つがね用意されているっていった形になりまして、スタンダードはですね、まあ、無料でね利用できる会員っていう風になっておりまして、プレミアム会員は月ね980円でね利用できるっていった形になっておりまして、メタルっていうのもね一応あるにはあるんですけども1800円っていう風になっているんですけども、日本ではねサービスされてないっていった形になっております。ですので日本ではこのスタンダード会員もしくはプレミアム会員がね利用できるっていった形になっております。でですねスタンダード会員の場合はですね先ほども言いました通り1月ね75万円まで、まあ、手数料無料でね為替のレートがね利用できるわけなんですけども、それを超えてしまうとですね手数料がかかってくるっていった形になります。またですね先ほども言いましたけども現地の ATM でですね現金を引き出す場合月2万5000円分までっていう風になっております。こちらに関しては無料会員でね利用することができるわけなんですけども、こちらが980円のですね有料会員になるとですね現地の ATM で月5万円までね無料でね引き出すことができるっていった形になっております。またですねスタンダード会員だと1月ね75万円までっていう風にね制限があるわけなんですけども、こちらプレミアム会員になるとですねこちらの制限がなくなるっていった形になります。それ以外にもですねプレミアム会員はですね空港のねラウンジサービスがね付帯しておりまして、ラウンジキーっていうのをですね皆さんね聞いたことあると思うんですけども、ラウンジキーパスがですね付帯するっていった形になっております。またですねバーチャルカードということで、まあ、1回利用するとですねその場でもう使えなくなるっていった感じのバーチャルカードっていうのもですね利用することができるんですよね。セキュリティって意味ではですねこちらかなりねいいのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、それ以外にはですね飛行機が1時間以上遅延した場合同伴者1名までですね無料でねラウンジ利用することができるっていった感じにねなるわけなんですよね。こちらね初めて聞いたサービスになるわけなんですけども、こ
こちらスマートディレイだったかな、まあ、そんなような、ね、名前だったんですけども、こういった、ね、サービスもあるっていった形になっております。個人的にはですね、無料のスタンダードプランで、ね、いいのかなというふうに思っております。というのもこの980円っていうのがですね、一月契約でね利用できればこんなにね最高なことはねないというふうに思うわけなんですけども、こちらですね年間契約っていうふうになりますんで、一月だけね980円払ってこのプレミアム会員になりたいみたいなね、そんな感じで利用することがねできないっていった感じになりますんで、そうするとですね年間9800円っていうふうになりますんで、まあ、そうなるとですねなかなかね高額になりますんで、まあ、無料でもねいいのかなっていうふうに個人的には思っております。それではですね、次におすすめのチャージ方法についてね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらはですねレボリュートカードに関しては、まあ、プリペイドカードっていうねお話をねさせていただいたと思うんですけども、ということなのでね、こちらはチャージしてね使うっていった形になるわけなんですよね。おすすめなのはですね、先ほども登場したこちらキャッシュでねチャージすることができるっていった感じになりますんで、元々のクレジットカードの還元を受けつつキャッシュのね還元を受けつつレボリュートがね利用できるっていった感じになっております。でこのキャッシュに関してはですね、モバイルスイカってねチャージすることができないんですけども、このレボリュートカードをですね通すことによってモバイルスイカにですねチャージすることができるっていった感じになりますんで、ビザカードで、まあ、チャージがねできないようなカードであってもですね、このキャッシュを通してまたレボリュートをね通してですねモバイルスイカにですねチャージするっていったことも可能っていうふうになっております。これに関してはですね、まあ、かなり経由しますので、まあ、そこまでやるかっていうね話あるというふうに思うんですけども、一応手段としてはですねモバイルスイカにですねチャージすることができるっていった感じになっております。もう一つですねチャージ方法をね解説したいなというふうに思うんですけども、こちらね au pay プリペイドカードっていうのがあるんですけども、こちらねレボリュートカードにですねチャージすることができるっていった感じになるんですよね。こちらの au pay カードはですねアメックスでねチャージすることができますんで、まあこちらね spg アメックスなんですけども、 spg アメックスからau pay プリペイドにチャージしていただいて、そこからねレボリュートにねチャージしていただくっていった形になります。アメックスのねクレジットカードに関しては au ウォレットも au pay プリペイドもそうなんですけども、ポイント自体はね半分にねなってはしまうんですけども、チャージすることができますんで、まあこちらもね一つの方法として覚えておいていただけたらなっていうふうに思っております。それでは次に実際のねチャージ方法だけ解説ねしていきたいというふうに思うんですけども、非常にねシンプルな作りになっておりまして分かりやすいです。こちらねホーム画面ねちょっとこれに出しておきますけども、こちらのチャージするっていうボタンをね押していただくとこちらの画面になるわけなんですけども、2000円以上からですねチャージすることができます。でカードを追加を押していただくとカード番号とですね有効期限セキュリティコードをね入れていただくっていった形になります。でですねもう一つ、まあ、送信機能についてなんですけども、こちらもですね送信の画面ね出てると思うんですけども、送金を押していただければですね送金画面になりますんで利用することができるっていった形になります。次にですね両替についてなんですけども、こちらね点点点で出てると思うんですけども、こちらを押していただきます。そうすると下にですね両替っていうねボタンがね出てくると思うんですけども、両替を押していただきます。で今ですね日本円がね残高4000円出てるというふうに思うんですけども、こちらね4000円打ち込みます。で下にですね USD ドルで、まあ、いくらっていうのがね表示されているっていうふうに思うんですけども、 37.73 ドルでね出てるっていった形になると思うんですけども、こちらはですね今4000円を米ドルにね交換するとこちらの金額になるっていった形になります。でこちらのレートに関してはですね真ん中にですね矢印が引いてあるところあると思うんですけども、そちらをクリックしていただくと今のレートになっているわけなんで確認できるっていった形になっております。でですねこちらの両替に関してなんですけども、両替に関しては基本的に平日に行ってくださいね。為替がね動いてない時間帯だとですね高値をねつかまされることがねあるっていった形になりますんで、為替がですね動いている時間にこの両替自体はですね行っておくようにしてください。まあ、そうすることでですね手数料ね最大限、まあ、安いね状態で利用することができますんで、こちらもね覚えておくようにしてください。
次にですね、発行方法についてなんですけども、公式サイトですね、概要欄に載せておきますんで、気になるっていう方はですね、ぜひね、そちらからね、発行してみていただけたらなっていうふうに思っております。こちらね、発行していくとですね、発行目安みたいな感じで、申し込み完了いたしましたっていうことで、いつぐらいにね、到着しますみたいなね、表示が出るわけなんですけども、こちらはですね、当てになりませんというのも、私自体がですね、こちら9月のね、半ばぐらいに申し込んでですね、到着予想っていうのがですね、10月の18日とかだったんですよね。こちら表示されたのはこの日付だったわけなんですけども、実際はですね、1週間ぐらいで手元に来たっていう風になりますんで、まあこちらね、発行していっていただくとですね、発送目安ね、出てくるという風に思うわけなんですけども、こちらね、当てにならないっていった形になりますんで、この点もね、覚えておくようにしてください。でですね、実際に1週間ぐらいで配達されるわけなんですけども、こんな感じのね、通郵便でね、ポストに投函されるっていった形になりますんで、こちら白い封筒でね、来るわけなんですけども、裏はですね、六本木にね、ある会社からね、出ているっていった形になりますんで、こちらね、いかにも国際郵便な感じでね、まあ見えるわけなんですけども、普通のね、国内郵便でね、ポストに入ってね、投函されるっていった形になりますんで、まあこの点もね、参考にしてみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。このチャンネルですね、ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信しておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。